こんにちは、エンジン太郎です。いよいよ部品もだいたい作り終わったので、組み立てとタービンのテストドライブに入ります。これでとりあえずタービン部分の部品は揃いましたね。これがベアリングハウジング、モーターマウント、オイルシール2つ、ベアリング2つ、ニップルは4個買ってあるけど、まあ、2つと。んで切り出したシャフト、このシャフト調子悪いようなら新しいの買います。あとはカップリングに戻った。基本的にはこれでタービンを回せるはずです。じゃあ組み立ててみますか。まずはオイルシールにシリコングリスを塗ってはめ込んでいきます。普段はバイクをいじることが多いので、オイルシールやベアリングが小さいのが面白いですね。あとこの組み立てる瞬間が一番ドキドキします。切迫した時に寸法はきちんと測っているのですが、本当に入るかどうかは組み立ててみないとわからない時が多いです。オイルシールの外径とほぼ同じぐらいの棒で押し込んでいきます。ギュッと押し込めば入るくらいなので、ちょうどいいくらいだと思います。次にベアリングをはめていきます。ベアリングはオイルシールよりも固く入ってくれないと困ります。軽く叩いて入るくらいなのでちょうどいいと思います。とりあえずシャフト刺して回してみます。いい感じで回ってますね。カラーを作りました。ベアリングの1ギメのためのカラーを作り忘れてたんで急いで作りました。ただこのカラーはやっぱなくても良かったかもしれないです。2個目のベアリングを入れていきます。まあここも普通に入りますね。ちょっと緩いかもしれないですけど、まあいいでしょう。素人工作なので妥協と適当の産物となります。最後にオイルシールを入れて、ベアリング周りはこれで終わりですね。よいしょ。シャフトを入れて動きのチェックをします。オイルシール入れると結構動き渋くなりますね。でもこんなもんだと思うんですけど、どうでしょう。次にインペラ側のカラーを入れていきます。カラーを入れたらインペラを固定して、一応は形にはなります。少しインペラの背中側というか後ろ側が当たるので、シムを入れて調整していきます。シム入れないと抵抗があるな。シムを入れすぎると今度はハウジング側にインペラが当たってしまうので、少しずつ入れながら調整していきます。案の定入れすぎて、今度はやっぱハウジング側に接触してしまいました。
調整が終わったので次の工程のオイルニップルをつけていきます。軸受けには一応ボールベアリングを使っていますが、潤滑にはオイルを満たしておくのでそれ用のニップルをつけます。本来なら元々の軸受けを生かすのがいいのでしょうが、なるべくシンプルな構成にしたかったので今回はボールベアリングを採用しました。モーターをモーターマウントに取り付けていきます。モーターが手元に来た時にはあまりにも小さかったのでこれは選択を間違えたかもと思いました。ベアリングハウジング側だけ先にカップリングを固定しておきます。これでいよいよモーターとベアリングハウジングが合体しますね。モーターの選定は4セル以上対応で可能な限り KV 値の高いものを選定しました。今回使っているモーターは KV5000、 1V あたり約 5000rpm の回転数。ただこれはあくまで無負荷での理論値なので実際にはそこまでは上がらないはずです。いよいよハウジングとの合体で、これでだいたい形が見えてきましたね。形になるとやっぱかっこいいですね。最後にベアリングハウジングを固定するための C リングを入れて完成となります。固定してみたらちょっとだけ当たってるので、もう一度分解して、またシム調整からやり直しです。今度は大丈夫そうです。忘れていましたが、オイルニップルにホースを取り付けていきます。まあ回しっぱなしになるタービンじゃないから少量のオイルでもいくでしょうと期待します。よっしゃ、はい、タービン組み立て完了。この後はテストドライブ入ります。組み立て終わったタービンを固定していきます。固定には市販のセットカラーを使っているので簡単です。このセットカラーは車両への搭載時にも使用する予定です。ちなみにこのタービンユニット部品の一部は許容回転を超えて使用するため
どうなるかはわかりません。しばらくは持つと思いますが、長時間の使用には耐えられないと思います。簡易的ですね。とりあえずモーターをドライブさせるだけの装置を作りました。電源は 12V の鉛バッテリー。それとコントローラー用の電源が今回必要なので、コントローラー用の電源 5V 用意しました。サーボテスターと一応電圧電流計もかましてあります。さてどのぐらい出力に出るでしょう。とりあえずテストします。風程度ですね。じゃあ出力を持ってきます。はい、とりあえずは回りました。まずは第一段階クリアです。最大回転時で約23アンペアほど流れてます。これも許容範囲内ですね。今度は非接触型回転計で回転数を測ってみたいと思います。純正の反射シールがないので適当な白いシールで対応しておきます。肝心のメーターが映ってません。シールが遠心力で飛んでしまいました。さっきのティッシュがたなびいてるだけでは絵的にあまり派手ではないので、ゴム手をつけてみました。なかなか派手でいいですね。もう一度回転を測ってみます。今度は白マジックでモーターの一部を塗ったので飛んでくことはないと思います。マックスでだいたい5万1千回転ですね。まあ、ほとんど KV1 の性能通りといったところでしょうか。この後は制御系などを作っていきますが、正直まだ思いついてないので、少し時間がかかるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。